結婚してください。ちゃんとマリンのことおはようからお休みまで、お休み中まで支えられるんだろうな。言っとくけどめっちゃ熱当たりするよ船長。めっちゃ熱当たり、なんか嫌なことあってイライラするとき話しかけないでよみたいな。ほっといてよ。死ぬほど八つ当たりするけど大丈夫。想像つく。想像つくの。ほっといたら怒るんでしょ。うん、なんとも思ってないんだね。こんなに落ち込んでんのに慰めようとか思わないんだね。だるいでしょ。結婚したくなくなったでしょ。誰に今八つ当たりしてんの。え、マネージャーだよ。マネちゃんかわいそう。マネちゃんが胃に穴開きそう。なことないもん、なことないもん。ブレはあるけど、確かにへらった時のブレはあるけど、普段船長優しいからね。マネちゃんケーキおごってあげるっつって、え、何がいい何がいいっつって、ご飯おごってあげるみたいな感じだから。え、でもね、マネちゃんも察してくれてるよ最近。もうね、1年くらいになるからね、今のマネちゃんになって。マネちゃん、今のマネちゃんだって1年くらいになるから、船長が機嫌悪いとね、察してくれる。あ、マリンさん、もしかしてあの時期ですね、みたいな。あの時期ですね、うん、有能なんだわ。